人的一生有无数次选择的机会，有时是选择一首喜欢的歌，有时是选择一件合适的衣服，有时是选择一本可以打发时间的书，而有时是选择接受无法选择的事，比如雨天，讨厌它，却躲不掉。别躲了，这把伞给你。那你呢？我出门前看了天气预报，所以多备了一把。他叫梁超，从小心思细腻，虽然是同龄，但为人处事成熟稳重，所以我们都爱叫他超叔。他叫沙小光，从小就爱惹是生非，天生猴精转世。正巧忘记带伞了，是个神经大条的笨蛋。沙小光，你个幼稚鬼！来吧，小叶，一起走吧。小时候憧憬着长大，因为成年后可以拥有更多权利去选择自己想做的事，但事实却与之截然相反。小叶，你已经长大了，所以考什么大学，相信你能自己做出最好的选择。什么是最好？去年金融类和财会专业就业收入最高。什么是最高？真的长大后才知道，选择的权利本身其实是一种约束，因为它并不是一道开放式的答辩题，而是已经准备好正确答案的选择题。花雨夜，你来回答，这道题的四个选项中该选哪个？但是，选了正确的就一定是对的吗？去年本市 GDP 增加了25%，这标志着本市过分依赖制药生产的时代彻底过去了。回想十年前的那场罢工，迫使引发全市最大污染事件的药厂停工，现在看来，这是一次成功的选择。厂子关了哪儿找工作去啊？市里面又不给补贴。听说要把厂房拆了，改建成学校。为了涨自己向上，竟然提高学费啊！现在没了工作，还要出更多学费，你说怎么办呀？还要不让人回中山呀？花雨夜，你想好了吗？人生有没有第五个选项呢？狗狗，多狗！まさかここは本当に別の世界？私の願いが叶った？ヒーロー様、僕の願いが本当に叶った。あなたが我らの世界を救ってくれるヒーロー様です。ヒーロー様、拝ませてください。ヒーロー様、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 ご無礼、中身を拝見です。極上装備。何すんだよクソガキ。一体ここどこなの？大声はダメです。殺し屋さんが近くにいるんです。ずっと叫んでるのはあんたでしょ。てか殺し屋さんってどういうこと？ここに嫌がったが。お、スピコロを拾ったようだな。だがもう遅い。お前を連れて復命する。おとなしく俺の命令に従え。は、夢でも見てろ。お前こそ僕に従え。待って、あれがあなたの言ってる殺し屋さんです。あいつはマフィア幹部4人の1人、あだ名は東院東一だ。2つの選択を出そう。俺様の刀の餌食か、俺についてくるか。僕をバカにするな。何が選択だ。俺様に唾を。肺活量が多くて助かる。これが殺し屋の戦い？最低。俺様としたことが時間を無駄に使いすぎた。本気を出すぞ。出てこい、俺様のスピクロー、クレイコットン 100% ベスト。ダッサイ名前、必殺技。てかこのガキンチョゲームいつまで続くの？出番です、ヒーロー様。何が出番よ。自分に自信を持って。ビール切ったのよ。ケーキだと思ってんの？これが俺様のスピクロー。こいつは東洋第一の忍者、服部半蔵だ。ヒーロー、
ちょっとあいつ何なのよ。穿越异世界的首要法则，知认知自我。总的来说，就是寻找到类似小宇宙、查克拉或者灵力之类的东西，并且集中注意力去凝聚这股力量。要相信，是主角就一定能赢。私は主人公だから世界を戻すのに、サンダーに知りたいと怖くないもん。サンダーボルト、ファイヤーボール、アイスエッジ、メガフレア、麻婆豆腐、鉱山流水、かまど卵スープ、小籠包。あのバカヒカルのラノベオタクの妄想話でしょなんだ、おとかしやがって。シビクレは何の技かと思ったのか。同じおバカさんなんだ。これは夢。リサ来臨的時候、千万不能因為恐懼而閉上。一定要緊緊盯住目標的動向，把握一瞬間的機會。こっち！半蔵、逃がすな！しまった、逃げ足だけは早いやつらめ。あっちを探すぞ。ヒーロー様、そんなに強いのにどうして逃げたんです？ヒーロー、ヒーローってあんた、私に戦う力なんてないわよ。あなたにはある。気づいてないだけです。何があるっていうの？言ってみてよ。それは服を脱げば。変態クソガキ、そんな嘘信じるわけないでしょ。嘘じゃないです。この世界は服の数で戦闘力が決まるんです。服は一枚一枚スピリットがついているんです。だから服を持っていればいるほど武器をたくさん持っていることになるんです。そしてパンツは僕らの命。パンツが脱がされたり壊されたりしたら僕の命も消えるんです。じゃあパンツは武器にできないの？できますが、それは相手を道連れにする覚悟がいる。僕が履いてる 23.4K 黄金パンツは我が家の家宝。何世代にも受け継がれている。そしてこのパンツの破壊力は想像を超えるものです。だから命を狙われてるわけね。それでパンツに内心情が。我が家の家訓、命は捨ててもパンツは捨てるな。こんなクソガキの嘘を信じ込んで、あの鎖もよく見たらただの飾り物じゃない。ヒーロー様、パンツ履くの手伝ってください。やだ、帰る道を探さないと。お願いです。パンツが落ちたから僕の生命力が弱くなってるんです。もうしばらくしたら僕は消えてしまうんです。このバカみたいな性格でどうやって生きてきたんだ。こんなところに隠れやがって、もう逃がさねえぞ。早いな。半蔵、一発で決めろ。ヒーロー様、早く服を脱いでスピクロを召喚するんです。ヒーローなんかじゃない、いい加減にして。信じてください。なぜ選択することを恐れるのか。それは選択すること自体が間違いだから。自分をヒーローとして設定しないならバカにされることもなく、ジレンマに陥ることもない。うちは揉めしてるみたいだな。もういい、手を離して。私は帰る。帰らないでください。僕もこの世界もあなたを必要としてるんです。この世界が幻だったら私の存在なんて意味ないでしょ。終わりだ。原来选择的意义而是选择本身是否存在意义。超叔，就超哥，以后你再多带把伞吧，这样大家都不用尴尬了吗？别搂那么紧。没办法，我这边都湿透了。然而，放弃往往才是最难的选择。心の叫び、受け取りました、マスター。我叫花雨夜，爸爸是个警察，但因为姓氏的关系，所以很讨厌人家叫他花警察。该你出牌了，王炸。我妈以前是个药厂工人，
后来厂子关了，他拿了赔偿金，就在家当起了家庭主妇。小叶，出来吃饭了。而我，是个高二的学生。生まれてからずっとこのケイトという小さな町で暮らしている。おとなしく生きてきた。リスクを犯すことはしない。なのになんで違う世界に願ったのだろう。貴様、マスター。ヒーロー様、僕のこと見捨てないって信じてました。私別に何もしてないんだけど。そんなことないです。スピクロを召喚して僕を助けてくれた。半蔵、グズグズしてんじゃねえよ。何やってんだ、丸腰のスピクロに勝てないのか。武器を持たぬ者に勝ってもフェアではない。おやおや、モラルの高いこと。ではマスターに武器を賜ってくれ。ヒーロー様が本当に帰ってたら僕は死んでいた。あなたの心からの召喚を感じなかったらスピクロは現れないです。え、私が召喚したの。ほら、靴が片方なくなってます。もしかしてあいつが私の。マスター、まさか本当に人間になったの。うわ、じゃああいつ毎日私に踏まれているんだろうし、さらに足跡を描いたら。マスター、ごめんなさい、ごめんなさい。何を謝っているのですか、マスター。愛しき人。いや、なんでもない。マスター、どうか私に。え、ちょっと待ってて、探してみるから。はい。これは何なのでしょう。ごめんね、靴野さん、じゃなくて靴の神様。軽々しく呼び出して怪我までさせて。初めてスピクローを召喚したんですね。この子、脱がせ方が美しい。手伝ってくれないか。もちろん、僕はプロ中のプロだ。本当に脱がすの。マスター、慌てなくても優しく脱がしますの。やだ、ちょっと匂いが。まだかよ、早くしろ。ちょっときついかな。おい半蔵、ちょっと横にどいて、邪魔で見えないんだ。ぎゅう、早くして。ちょっと急いでくれないと僕が持たないです。ああ、ごめんね。このブーツなかなか脱げないんだよね。梅は寒さに耐え香りを放つ。よく切れる宝剣は右足から。このレザーソードはずっと俺と共に過ごしてきた。今やっと一つになれる。今日ここで勝負できるのも何かの縁だ。私はサイモン吹雪。そなたの名前は。服部半蔵。殺す。なるほど、殺すか。では思う存分やらせてもらう。二人とも消えた。あいつらどこ行った。え、今本当に戦ってるの。あ、これは。強い相手に出会えて幸いなことだ。まだだ。そのつもりだ。足が外れる。こっちよ。ご安心を。拙者が守ります。班長、お前大丈夫か。統一様、すみません、拙者もここまで。もう統一様のことを守れないかもしれない。拙者の遺言をどうか受け取ってくださいませ。大義のために身を捧ぐ男だ。言うな。知ってる、知ってるから。ちゃんと生きろってここで命令する。どうか忘れないでください。
ベストはやはりコットン 100% が最高だ。余計なことを言うな。普段は無口で表情一つ変えない奴が。スピクロウが消えると本体となる服もボロボロになる。起きろよハンゾー。お前の言葉全部覚えてる。共に過ごした毎日全部覚えてる。お前を床から拾った俺たちの出会い、初めてお前をお風呂に入れた時照れたお前の顔、初めてお前を着た夜、お前が言ってくれた最初の言葉は、ヨーニクロベストはコットン 100% こそ一番肌触りのいい温かさを与えてくれる。こんなにひどい目にあったのになんて感動的なの。あ、そうか、服のブランド国籍ってスピクロウに影響するんだ。うわー、やばい、この怪しい設定を信じ込んでしまった。ハンゾー、お前一人だけで死なせはしない。スピクロウもなくしまだ勝てると思っているのか。忘れるな、俺様はまだ切り札を出してない。え、ちょっと何してるの。落ち着け、パンツは命も同然だ。脱いだらお前も死んじゃうぞ。切るしかないようだ。何を言ってる、みんな落ち着くんだ。命を粗末にするな、覚悟を決めるには早すぎる。ハンゾー、俺様もすぐお前のそばに行くから待ってろ。くっきり見えるあの構えはもしかして。一度も洗ってないこのパンツをぶっ放す。あてぇ。やるなら私にしろ。バーカ、信じるな。ハンゾー、この仇はきっと誰かが撃ってくれる。フライパンツメッセンジャー。しまった、騙された。アジトに連絡するためだ。すぐに仲間が来る。お前たちはもう終わりだよ。別世界から来た人がいても無駄だ。まさかここで死ぬとは思わなかった。だけどいい人生を生きることができた。少なくとも半蔵と一緒にいられる。当院統一、そのお前の心こそ本物の武器だろう。パンツがなくなったら本当に消えちゃった。もしかしてあの子が言ったのは全部本当のこと。初めての戦いに勝利できました、ヒーロー様。マスター、思い詰めないでください。このサイモン吹雪が生きている限りマスターが怪我をすることはありません。吹雪さん、何の真似。難しい戦いをしたんだもん、ちょっと疲れちゃったから休ませて。あ、そう、お疲れ様。ヒーロー様すごいです。適当に召喚したスピクロウがあの4人幹部の一人をやっつけたんですよ。この傷全部本当に存在してるもの。そう、ついた傷は元に戻らないんです。それでもまだこの世界が現実世界とは思えない。僕を見てください、ヒーロー様の目の前にこうしているではないですか。君はどうやって自分を証明するの。君が言うには私がこの世界に来たのは君を守るため。あ、それもありますけど、僕はあなたがこの世界を救えると信じてる。昔々、奴らがスピクロウの力に気づいてこの力を独占するために闇で空を覆った。人々は長い間暗闇の中で暮らし、だんだん服が欲しいという気持ちを忘れていった。奴らはスピクロウの力で人々を震え上がらせ、恐怖を与え、希望をも奪った。そして人々は支配された。でもたまに僕のようなイデオロギーのある人が出てくるんだ。それがあなたを殺そうとする理由。そうじゃない、それはこいつがこの世界の唯一の光、俺たちの最後の希望だからだ。招かれざる客が来たようだな。くさい、統一のやつが死んだか。どれ、おい、冷たいだろ、やめろ。この子が唯一の光、どういうこと。パンツしか履いてないのに寒くて凍っちゃう。協力してよ、この子に見せてやろう。え、これって何。そう、この世界で唯一自ら光ることができる光源だ。はあ、力
かも光る明るさ、場所、時間は刺激の加減とは正比例。こいつを使って全ての暗闇を照らすことができる。こいつは我々の最後の希望。あ、やっぱ夢、夢だね。わずかな時間でもそれは大切な幸せのつぼみ。どうか咲きますように、でも咲くはずもないのに願う空模様。Send them to be heroine.